くて、そのこのぐらい、何ぐらいだろうこれって。普通のかぼちゃぐらい。普通のかぼちゃよりちょっと小さいぐらいかな。取っ手が細くて、うん、で水が出るとこもなちょっと長めで細くて、でなんか丸じゃなくてこうなんか壺みたいな形になってるプラ、うんうん、プラのじょうろがあって、うん、お父さんが仕事に行くときは玄関で靴を履いて外に出るから、うんうん、靴がなかったら外に行けないから、うん、一緒に遊べると思ってお父さん革靴がいつも玄関に出しっぱなしになってて、うんうん、それで行くってわかるから、うん、それに水を大量に入れて、うん、じょうろでダイレクトに中にタプタプこうやってジャーってなんかこう浸すんじゃなくて、やっぱ足が入る部分が濡れてた方が使えなくなるから中にこうやってジャーって。めちゃくちゃ怒られたお父さん会社行けないでしょ。そうだよな、行けないようにやったから。でもお父さんは替えの革靴を持っていて行ってしまった。横の靴箱から替えの革靴が出てきた時にすごいショックを受けた。あんなに濡らしたのにもう一個出てきた。あんなに濡らしたのにすごい悲しかったお父さんは会社に行ってしまうし、濡らしたことをめちゃくちゃ怒られる。本当だただ遊びたいだけなのに